スペースランド集合団 OK。 64にしたらこうミニゲームなくなるんじゃないああ、64やりたいって言ったら64選んだって練習するってマジで。ああ面白いかも。よし、行きましょう。ここの人に触れました、そういうブルースター。ブルースターってマリオパーティーワンとしてやってました？やってないですよ、やってないですよ。64時代はやってないです。ストーリー触れますね。64時代やってないから、ちょっと楽しみだけど、どうかなみたいな。マリオカートだけだったかな。最近高い、最近高いっすね。前なんかもう息が何人とかあった。そうそう、前当たり前のように毎回4番手だったからね。あよし行きましょう。確実に進んだな、やっぱ。近いようで結局トリプルが強いんだったっけ、ここは。あと鍵かな。鍵とね、鍵でテレサに行けると。19マス。いいね、いきなりラッキー。まだいいマスないですか。アイテム取れればいいが。なるほど。まあまあまあ。まあまあ。私のターンか。さて、何がいけたかな。さあ、何でかな。おお、なりましょ。殴り合い、殴り合い。まあ、何も考えずにせーの、パキ。7、一緒だ。今日はコインの日かな。僕まで3出したらおかしいぞ。7は何だ ?7 は何ですか ?3 コインか。普通だな。広告チケット投げ捨ててたらマリパ始まってたキュー。ああ、そのさ、入ろうと思ってた。すいませんね。そう、チケットなんか毎月末とかに配るよね。毎週末か。あと何個ゲームか。使わないうちになくなっちゃうんだよね、チケット。いきなりか。まあ終盤じゃなくていいよ。勝負が決まるっていう時に出なくてよかったわ。うん、特に何も考えなくていいから。待てばよかった。ああ、なるほど。もうちょっと待ってたらスノーさんが。これ今ラグ関係ないでしょ。いやラグ関係あってですね、止まる目がずれてありますよ。そうだ。あ、いつなった。私脱落はこれねえな。間違うなよこれ。ラグで間違う。そんなことはない。最近2日から数日間、福引きのレートが高くなるから今のうちに急。さて、確かに。そう、ニコニコはなんかちょっと変わるみたいなこと言ったね。クリエイター。応援プログラムみたいな。こうするか。こういうのに2やるしかないじゃんね。そしたら僕さ、一騎打ちだ。さて、わかんねえぞこれ。そう、僕も適当にやって計算できないんだよな。こうどうすればいいんだったかな。わかんねえから、この中で行け。行こう。金玉。僕もわかんねえ。わかんねえか。適当。発行。ドラタカさんの勝ち。は
んでからこういうとこ痛もう3の倍数がいいんじゃなかった？6個3の倍数がまだ分かんないっていうね。そうだね、これで僕2にすれば負けなんですよ。あのメロンを取り合いすぎだろ。3の倍数にすれば必ず3個ずついけるからってことでしょ。これは無理だわ。まだね、わかんないんだよ、法則が。まあ、2位になっただけでもいいんじゃないですか。うん、よく決まると。こう、変えるからね、とりあえずは。あ、変えねえよ。なるほど。これで、でかいダイスが出れば。分からん。1、2、2、1ってできるってことで。あ、では。問題なしと。遅い、いいぞいいぞ。そう、めっちゃ。4ってなんだ。僕のところ。つまんないところ。つまんないところ。これで。ブルーシャ止まっちゃった。でっかいです、でっかいです。うん、いまいち。おめでとう。止まんない。やったぜ。お金が減らなかった。実質3コインもらったようなもんだ。そう、僕の先に踏んでくれば3コインもらえたの。さあ何が出るかな。おお、でかい。これはでかい。コインでどうなったか。次も遅いな。足が遅いね、でも。終わった。終わった。あれね。終わった、ね。久しぶりに見れる。終わった。久しぶりに見れる。楽しみだ。うん。久しぶりに来たのに。いやあ、角さんできなかった、残念。おお、ゆっくり回せ。そう、焦って回さなくていいのかな。難しいな、やっぱり。もしかするとラグのせいでできないとか。アモスさん、ボルシチさんかしないかな、急。あれ？あ、ここであえて疲れさせる作戦。落ちてる？大丈夫？アモスさんが落ちてるか？大丈夫？でも練習できるのはいいな。練習したいんじゃない？もしかして。実は練習したかったとか。さあ、一番手でどれだけの記録を出すか。出た。見えねえ数字が。ああ、これカンストなんだ。1枚以上ないんだ。無理だ。1枚以上ないんだ。1枚以上ないんだ。こんな勝てるわけないだろう。あれ、ドラとかタイムも開けちゃった。くそ、余裕かと思った。意外とハムスターも苦手。いや、コントローラーが壊れてるな、これ。ちょっと、これは無理ですね。もうすごい、絶対無理だよ、これ。こんだけ練習したら。もうリレコード更新されていたろ、これ。すごいな、絶対無理だよ、これ、ちょっと。いや、でも序盤のうちに来てよかったよ。もう最後の勝負が決まるとこにはもう来ないってことだから。まあ、VS ゲームで来なくてよかったんで、これ。大丈夫、大丈夫。よ、アイテムだ。アイテム、アイテムってどっか売ってたっけ？売ってますよ、左端。あ、そうか、左端だ。なかなかアイテムが手に入らんなと思って。これはダブルで超えるか、ぴったりまでいけるか。呪いかい。ああ。
らないけど、今なら誰かを遅間に合うかな。誰かを遅らせることができる。使われると。したいかって、そんな気もするけど。使われると困る、ね。どんな感じでしょうか、見して。あ、ドン。あと何マス ?12 なんか届かないんだよな。12は届かん。ごめんなさーい、やらかしたー。あら、あー全員これぐらいあるな。だから数えたんですよ今。だからびっくり、長くなるな、長くなるな。数えたんですよ。ひどい。スタートより前に戻っちゃったんだけど、ちょっとゲーム始まる前に戻っ、ゲーム始まる前に戻ってしまったんですが。だからごめんなさいって言ったんですよ。あれまっすぐ数えておいたんで一応。もうお金頼んどこうと。じゃあもっと頼むか。楽しいから頼んどこう。戻るとテレサが使えるんだっけ。使えますね。ただの奪い合い。しかしさらにあのゴールが遅くなるっていう。ハイジさん、ひどいのコイン。すごい。あれ踏んじゃったんじゃない？ダメだね。いや、あ、違う。2か。大丈夫だ。いや、これは。これは星スター1も取らずに終わってしまう。このゲーム。そう。最後まで1個も取らずに終わるかも。なんか面白いのばっか来てるぞ。カンニングゲーム。カンニングゲー。あ、カンニングゲーね。はい。大丈夫。アモスさんがコントローラーが効いてなさそうなのがちょっと不安だが。大丈夫か。もし。ん？待てよ。数えた球。ここら辺か。おい。それそうなるわな。そのフェイントするの、フェイント。そして間違ったらどうすんだよ。隠せばいいっすよね、これ続き。これ多分3の方がむずいと思うんだよな。あ、こっち簡単になってると。グラフィック鮮明に見えるようになったから。ああ、そうかそうか。なるほど。フェイクで歌えるただのキノコとかもあんまり。そうか、ただのキノコとキノピオの見分けがつかないかも。グラフィック悪いと。確かに時間が短い方が面白いかもしれない。逆にいいだね。アイテムが手に入ると早くなる。また呪い。あ、15ラウンドになる。マジでありえそうなんだよなそれ。本当にそうなりそうな気がするから怖いよね。1個目のスターが遠い。みんな足を制し。今日は呪い祭り。呪い祭り。アイテムがそぼいんだけど。先に進みたいのに全員呪い祭り。いやー、おいいよ、足早い。最高のグダグダキャラ。これ呪い使われちゃうわ。くそー。あー、抜けなかったなって。まあ、なかなかいい位置につけた。おわ。スター来い、スター来い。まあまあ、スターでない、スターでない。スター、キノコでもいいよ、キノコでいい。スターでない、スターでない。しょぼ。5コインって、しょぼ。もらえるだけマシだけど、しょぼすぎだ。これってさ、どう？また踏んだ？アイテム。アイテム。いやー、誰もまだダブルもキノコも手に入ってねえから。これは、アイテム。アイテムが微妙だ。ダブルかキノコか。どっちだ。見てなかったわ。ダブルか。まあダブルだけ。いやー、この地帯だとキノコの方が好きだな。6以上確実に出せるんだから。確かにダブルだ。出なそうな気がするね。今日のダイスだと。
なんだわ。ウィブウィブ。ああ、これか。握る側も珍しい。ジャンプは？あ、そうか。オッケー。オッケー。なるほどね。了解。オッケー。これ避けられるかどうか。今が死んでんだよな。あれ？あ、やばい。オッケー。一回ハマるとね。一回ハマると。あ、やばい。ああ、ダメっぽい。あ、耐えた。あ、ダメだよね。なんで飛んだそこには。俺がこれ、あ、人気3人が珍しいな。さてどう。人間は今喧嘩全員で同様に勝ってるのか。そう、それぞれ勝ってるからあんまり差がなさそう。まあ、使っとかないとね。そうそう。いやそうだよね。そうだよね。合わせにもどうです。ははじゃねえよ。くっそー。アイテム。いいね。使ってアイテム拾う。最高だ。ぴったりきそうだな。外れろ外れろ。外れろ。外れそうだな。コパジュニア狙えば大体いい。ああ、キノコいいね。キノコは。まだアイテム1個も手に入れてないし、1回も使ってないから、アイテムボーナスが。で、バルト、本当アイテム手に入んねえから。絶対もらえない、これ。いや、ハプニング止まるなよ。ハプニング止まるでな。誰かいない。9ですね、ハプニングが。暇だから呪いかけるか？誰にかけるんですか？確かに。自分。あの人にかけてもほとんど意味ないな、今は。か。したアイテム。どうせアイテム使われちゃうからってことか。さあ、1。何でもいいよ。3。あ、やった、アイテム手に入った。逆に嬉しいぞ。うん、こっちでしょ。いや、こっちしかないよ。ハンマーか。おっと。うわぁ、なんかあるお、面白いのがある。あれはあそこを取りたいね。来た。あぁ、惜しい。呪いかよ。何やってんだよ。呪いかよ。まさか。なんかあるけど、序盤で金属が手に来たって感じになってる。おかしいよね。序盤で出るのおかしいよね、確かに。アイテム楽、潰れるだけだわ。10。まあ、ということはダブルで銃が出るかどうか。まあさすがに出るでしょう。いやー、意外と今日の期待できない。うわー、確定出た。つまんねーつまんねー。これ2個取る可能性もあるよ、これ。あ、でも3ありえるね。2個取る可能性ありえるよ、これ。飛ぶ位置によっては2個目取れるでしょ、これ。結構な確率で。で、どこに飛ぶかだ。すぐそこに飛ぶ可能性もあるし、右上のところに行く可能性もある。右上かな。右上だと思う。うん、そこだよね。あ、で取れるはず。あ、でも行けるか。これ取れるね。取れるね。もう一個取れる。すげえ。すげえ。完璧だ。あれ、届かない。届く。ギリギリ届かない。届く。どうなんだ、届くのか。ちょうど8、一歩手前ぐらいじゃない。届かないかも。9。どうだ、届かないけど向かうでしょう。向かわない理由もないと思うけどね。別に届かない。ホイッスルもないし。届かないか。届かないけど行かない理由は何にしても他の人そんな足持っていねえから、そう取れると思うけどね。はい、やった。はい、ボタン。はい、や。
これボーナスで楽しいな。これでボーナスかい。これ下手したら誰も取れないと思いますよ。久々のスマブラ級。スマブラ来た。オッケーです。あーって。そうか。よし、誰も来たんじゃない？誰も乗っかってねえぞこれ。ほら、ほら、誰もダメだこれ。ドラタクさんもうちょいだったんだ。ちょっと遅かったのか。もうちょいですね。しかもダブル2倍ゲームだったはずなのに。2倍だったのに。いやー、今回グダグダだなこれ。さあどっち行く、ああそっち行くんか。さてか、アイテム、ああダメか、3、4か。お、アイテムだ。さて、何とかな。てて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 てゲット。ゲット、ゲットしたところでな。この状況でゲットを取ってるって感じはあるけど。なんでね。ああ、惜しい。なんで今日呪いが好きなの。強すぎたー。ダブルでしょ。多分、キー欲しかったんでしょ。キーが欲しかったのか。ダブル。ダブル。ダブルね。あ、キーが欲しかった。呪い好きすぎでしょ。そう。暇だから使っちゃう。使っても、もう意味ない。ウシさんにアイテム買わせないってことでこっち。なるほど。アイテム買う。しかし赤マストラッキーマスが目の前に。そうなのよね。あんまり行きたくなかったんだよな。お、ちょうどいい。1,2,3 でこっち行けば、ここに飛んだ時にぴったり僕はもらえると。なるほど。あ、違うわ。これ通り越しちゃうのか。キノピオ多分真上に行ったらそっちにそこには飛ばないと思うんだよね。ああなるほどね。真ん中回るものかと。真ん中回るとなんかクッパ砲暗い人な気がしたからやめた。そろそろ危ねえなって。じゃあどこに飛ぶ。あ、そうか、僕が今立ってるところには来ないか。もうちょっと、もう一個台数小さい方がよかったな。自分の上でもよかった。見たことないからな。まだ自分ちょっと右下に行きそうだな。おーっと、回していった。入り口だなこれ。遠い。ハプニングで戻るから、自分でドラタカさん、自分で自分に呪いっていうのがいいか。自分で自分に呪いが最高そうだね。ただ さそれだと進まないんだよな。そう、遠いんだよね。銀行もらえるし、銀行もいける。そう、呪い使いどころとは言えるけど、果たして戻るのがいいのかどうか。キノコ。そうするとまたアモスさんに取られちゃうよね。アイテムいっぱい持ってるから。いやでもね、コインがない。あ、そうか。コインはミニゲームで稼ぐしかない。まあ、何ターンかやってる間に20ぐらい溜まるんじゃない。溜まんないかな。かあ、これね。ザリコン頼むよ。おいおいおい、なあ、おいおい、押すなよ。オッケー。うん、やっと昇進したの勝った。
これはコインねえから使わんけだな。あえて通り過ぎさせる。出なかったとってから嫌なんだよな。まさか僕にクッパを踏ませる気か。いやー、やめてください。むしろそのクッパはちょっと悪手かもしれんぞ。あれ、まあ、クッパまこなって自分を踏みたいからな。むしろ自分がなんか踏みたい。ラッキーマス。いやー、アイテムまあまあ、でも呪い使わないとね。余っちゃうから。うわー、羨ましい。悪手ではなかった。なんだ、よかった。ゴミゴミ、呪い呪い呪い、ワープダブルキノコか。まあ普通か。ワープいいね。クソ、アイテム買わせないように。あ、トリプルか今の。見えなかった。アイテム買わせないように呪いやったのに。強い。結局アイテムいっぱい入ってるから。強すぎじゃねえかよ。これで、これは逆に踏みにくくなったね。踏みに行くとワープ使われちゃうよ。ちょっとアイテム吐かせよ。どっちにしろ使う予定だったんだよな。でも結局これでワープ使っちゃう。まあまあ、3出したらワープ使うし。あ、2。あ、ちょおー、当てた。ちょっと悪くないだな、しかしな。おー、15だって、そんなに溜まってたんだ。手でさえいけないキーを。確かに。キーはない。キーはないけど。これ僕があそこにはまると困る。3以外、3以外、3以外。よし。そう、あれ一番つまんないから行くか。そうか、面白くないところで待つと。金ないから、あ、でもテレサでゆっくり進んだ方がいいんじゃないか。これエサ分とミニゲーム買ったら普通に20コインいくんだよ、ぐらいいけるよね。ゆっくり進めばテレサプラスミニゲームで、これで3貯まるし、貯まりそうだね。結局はあら、一旦待った。でも待てよ、ボルシャンワープ使って誰と交換するかだね。これかー。でも場所が良くないからね。あのアイテム買うところの通り過ぎた後にワープ使った方が誰かに買わせることになっちゃう。これ逃げ場だったのは分かったなー。よし、難しい。まあこのゲームは負ける格好でいくか。あ、これ無理だ。綺麗に挟まれた。今のは無理だ。綺麗に挟まれた。全員反対側へ行かなかったから。いやー、下くからと思ってこれ行けんかったな、今のは。全員に綺麗に挟まれた。逃げ切れた。あんな美しく挟まることある？なかなか逃げ切れたことないんだけど。あ、何使うか。ワープ使うか。まずは。そうね、まずアイテム買ってからだよね。アイテム買ったボーナスが誰も買ってないからね。そうだよね。おう、このワープしたら、ロックってこれなんだろう。ロックってなんだ、戻るやつ。バトルだね、バトルだね。うん、VS だよね、多分。VS だ。やめてくださいよ。金土管買うもあり。そうだね。VS ならね。VS だからやっぱり金土管買って。金を減らしとくと。トリプルありかもなって。トリプルも強いんだけどね、2個取れるからな。やめてください。5コインでよろしくお願いします。5コインで7でいい、はい、7でいいよ。もしできるんだけど、まあできないか。できるほど遅くはない。10にはできますね。ただね、まあ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 、まあ、結構でかいな。ボケた通り過ぎたあたりに押せば大体。アモスさんに勝たせたらこれまずいね。そう、まずいよ。アモスさんに勝たせたらもうこの3個目で。雨降りバック。だって勝ってる可能性あるんだから。苦手なんだよね。苦手なんで。オッケー。オッケー。
ああそこいたんだ。全員ぶち当たって、うん、確かに。当たるか。逃げるなよ、逃げるなよ。ああ今回無理だな。最下位じゃないか俺。2,3 秒だった。僕は最下位だ。結構浮いたよ。ほら。ああ2位なんだ一応。強いな。いやーこれか。15コインマイナス。怖いな。何個くらいだ？12。42。わあコインいっぱいだね。これは強いな。さてレンダラ全部取っか。これでテレサいけるね。止まって、あ持ってんのかアイテム。誰かに呪い。あー待ってよ、今8ターンで待って、ボス何ターンかだっけ。いやアイドル剥がせよだったら。あ使わせる、うん、もう使わないでしょ別に。合わないと思うけどな。ゆっくり、むしろゆっくり歩いてあの20コイン貯めたいんじゃない。遅くねえか今日。のんびりボーナスをね。えびクソすぎる。さらに1が出たらクソだ。多いよ。頼むか頼まないか。いやーもうトリプル勝負だろこれは。なんとあっちに下がるのか。頼まない。おお、二つか。どう？金土管。金土管来た。ありがとうございます。これ運がいい。これはいい。0円で金魚が。ということはいきなり行ってもいい。よし、いいよいいよ。はい、順調順調。普通に呪い。呪いでした。あ、しかもベッド踏んだな。誰だ？お任せか？ドラタカさんにすればたくさんもらえる可能性も高いと思うが。せたくさん持ってるから人からはたくさん吸えるんじゃない。またボタンが壊れてる。大丈夫大丈夫。僕もね、数値ビューな2人いるのありだよ。僕もね、スイッチ、あジョイコンと本体との調子が悪い、ね、8個に結構もらった。これで17になったから、あとはキノコ使えばいけそうな気がするけど。ああでもここでマイナス3。2年で勝てばね。あトライか。誰ですか誰ですか。これは捕まえられるでしょう。あれ今捕まえたのに、なんで抜けられたの。よしちゃんとこれはあのちゃんと一旦通り行かない。あ、しまった。あらー、おー、うめえ、ボルシさんうめえ。今2人抜けられたのに。よく捕まえたな、今。後ろから。おいおい。いや、これ確かに取らせたら24になってたから、やばかったもんな。ワープか。誰というか僕が一番つまらない。おっとおー完璧すごい。しかしテレサの前だった。これはクッパだねこれ。あらららら、やめてください。4位だぞ。やめてください。4位クッパだとまた10コインあげるってパターンではない。あ違ったか。革命来る来ないか。あっ場所？場所ですね。ひどい。ここはどこだ？私は誰？ああ、これ戻ったぞ、イチ。元に戻った。
つまんねえ。すごい状態だ。わけがわからないよ。場所じゃ買い物できるとドラカさん結構痛いぞこれ。そう、全く買い物ができていない。お金はあるんだけど。一応盗むことはできるけど、とアイテムじゃ使いますか。金使ってる場合じゃない。トリプル使ってまたトリプル買えばいいんだ。ガンガン進む。そう、これでアイテムボーナスがもらえるわけです。おせえな。あの、これでランニングボーナスもいけるでしょう。いい。あれ届かない、もしかすると。届くでしょ。届く。またトリプル買おう。トリプル勝負。あ、でもこれでアイテムマス踏むと損しちゃうね。見てなかった。危ない。さあ痛い。通り越してくれ。さあここでコインが出たら勝ち。うわ、おい、ずるずるいでしょ。これはボルスター使うしかないっす。そうね、これはずるいのが出たね。真ん中に当たったらこれ端っこいよ。奪ったらいいのでは。ゲゲゲ、違えた。ヤンガルルが。まずい、まずい。全員潰されてる。うまいな、狙いが。お、避けた。あ、外したね。うわー、危ない。惜しかった。あとちょっとだったね。ほんとあと一歩ぐらいだったね。だったんすよね。さあどうするか。上級どうするかな。4個目はさすがに引くか。これ僕に仕事を押し付けたってこと。そういうことだよね。僕に仕事を押し付けましたね。ヘッドも引く。そこは絶対使わざるを得ないもんね、これ。くっそー。緊張感を僕が下げる。どうせ1個奪われるからってことじゃないかな。こっち行ったらクッパ頼んのからさんで。ああ、テレサに。ああ、なるほど。アモスさんから1個奪ってくれるでしょうみたいな感じか。あえて使わなくてもいい。でも僕は使うかな。3個目取られたらさすがにまずいんじゃない。まずいですね。うん、使おう。しかもアモスさんが3個取って、アモスさんの位置スターの運気点だよね、多分。アモスさん今一歩手前。運気点なら普通にん、普通に次の相手にと次のスター取れる可能性高いんだよな。なるほどね。次の場所によって。まあでも使いますよ僕は。ああ、僕がこれを取ったとしても次の位置にキノコで行けちゃう可能性が高いってことね。そうすると土管が無駄になると。ああ、しかもでかい。10。あとどこに飛ぶ？中央か左か？そう、左あたり行きそうなんだけど、僕はコインがないと。で？森さん4位狙いなのか、それとも。左上飛んだけど、ああ、それもあるよね。そう、そこ行くよね。ああ、そこか。やっぱそこだよな。そこ行くよね、やっぱり。ただ遠いね、割と。
ブーさんは割と可能性ある。スカイケドコインがない。あ、そこまで進んでたか。スカイケドコインがない。さあ、残り 3ですよ、数字。まあ大丈夫。どうせもうあんまお金ないし。まあでも全員干渉できないか、これは。これはコイン取ってことなくても変わらんな。次に振る。戻るんだね、これ。変わらん。さて、勝っておきたいな。あ、お、三個は、またこの構図だわ。あ、コンビは来ないか。勝てれば、コンビにワンチャンと。まあ、負けても別にこれは、あのさんコイン取れねえから、あれ、返せなくていいんだよな。てててててて。あ、はい、全員向いたぞ、見て。2ターンで終わり？おかしいでしょ。どんだけ、どんだけ下手なんだよ。あ、まあ、これ、アモスさんがスター買いねえからよ。逆に？うん。裏を返せば。さて、ラスト。何もらう？いや、4位狙いがうめえな。何か。ガタガさんの可能性あるのかな。あるかもしれない。いや、104持っててないでしょ。難しいよね、俺。あ、やっぱり。最近、先週5コインとかだった。イブロックカード強すぎでしょう。クソカード来た。まあ、どうでしょう。強くねえぞ、こんなの。強いよ。外す、外す。じゃあ、使ってやるよ。アクシブロックせっかくだから使ってあげる。星が出てくる。はい。勝負。つまり5コイン、4位ボーナスは5コインだったってことね。ちょっと怖いな。クッパ法が怖い。テレバー強いんだよな、クッパ法が。あと3でしょ。さて、これで誰に行くか。アモスさんか。東京がな、結構むずいぞこれ。うん、どっちとも言える。モルスさん、ああモルスさんないのか。くそ、仕方ない、こっちじゃない。はい、ないです。ないです。まあ普通はそうだ。しゃあない。やっと一個目来ただよ。ちなみに分とか。だからこれをやられた後に同感を使うっていうね。うまいなぁ。役張りするならコイン奪ってもいいんだろうけど。でもスターがここまでないのもさすがにやばいよ。一個もないっつうのね、さすがに。左手ショップ行った俺は。いや、これクッパ法の可能性あるよこれ。ブルーさん、ぐるぐる回ってる。あれ、コイン防止するってあげたんですよね、今。お、ちょうどいい。これで、ミニゲームに勝てれば。いや、さあ、ブルーさん、あれ、トイプル使ってですね、あれ、ぐるぐる回って、クッパ砲撃つってあげたんですよね。ああ、面白いね。それは面白いけど。アマさんもできる可能性あるけど、相当、怖い。相当良くないときついね。うん、てか、アマさんが危ないんじゃないか、これ。自分が当たる可能性がある。キノコで乗り越えられるか。どうか。逆にゆっくり進めばいいんだよ。小さいです、出せば。5はこれは軌道ラインです。5はちょっと。まずい。まずい。軌道ラインだ。まあでも、コイン12しか持ってねえから、別に。アイテム拾えば。アイテム持てれば。だったら最悪、最高。悪くない。
コインだったら全部吹っ飛ばされちゃうからね。2人これから通るからね。クリクリデンジャラス。5と6以外なら良かったんだが。5と6が良くなかったんだね。確かに。ああ、これは3位にもなれないわ。これ苦手なんだよな、本当に。まあ、頑張ろう。行く人はね。ああ、こうなんだ。じゃあ、こっち？こっ、いいね、ショット入るとか。ノーミス。ノーミスでいける。ボルスターを引いたとか今。どっちもノーミスだったけど負けたね。うん。ああ、くそ。どっちも短縮ルートを取ったね。いいよ。ああ、じゃあ単純な技量か。自分はトーマルートさん今左の方行ったんで。2コインもらえれば20になったのにな。3位でもよかったのに。あれ、俺が1なんだ今。相手横並びなんていうね。これはさすがにクッパ砲が怖いからトリフとかしかないよね。トリフいや、どっちにしろ使う予定だわ。鼻打ちさせるったんですけど、一応打たせるって言ってですけど、あえて。じゃあやめてくれ。なんだこれ。惜しいな。ああ、うん、なんか。あ、これでアモスさんに当たっちゃうわけ。ドラタカさんが必ず行くからアモスさんに当たっちゃうと。ああ、そっか。いや、俺が普通に左だな。次どこ行くからね。見たいやつがあったんで。右上。まさない。嫌な位置だね、これは。誰もテレサうまく利用できないね、これだと。ああ、自分がそうか。持ってた。ああ、でもテレサ、ボイスさんが一番うまく利用できる。土管プラステレサとかできるから。だから、ちょっと難しいね、買うのは。70。一応色もね、ちゃんと。70あったら土管プラステレサってもうほぼ勝ちか。それでもトリプル買う。踏んでしまう。頼んだら、これ頼んだら自爆する。そうだ。ちょっとだけ戻る。ああ、ハプニングマス踏んでる人。まだ一人。これありがたい。確かにハプニングボーナスがもらえるね。ギタツとした。どっち行くか。これ難しいね。行けるか、これ微妙なのよね。さっきたショップはもう捨てて青マス踏んどこ、赤マス踏んどこ、多分スタックと思うんだよねこれ。ああ、次取られた後まだ来てないところはどこだろう。ああ、青マスさんに当たっちゃう。14コインだとそんな損害はないけど。確かに。相手つき。キノコ使ったかな。いやー、なんも変えてない。相手ないし。俺、今日ボーナスかなり苦しいな。一応キーにしてみようかな。飲まない。飲むか。ああ、これで一応現状4位なんだな。
クーパフルも術にありやったか。4位でクーパフルとコインもらえる確率が割とある。でも大丈夫ってことか。チック。さて連打頑張るか。どうだっけ連打これあたたた B 連打だ。これ普通に。これ3人が勝てないゲームなんだよね。あ、ほ確かに。こんなに頑張っても勝てないんだな。一応プレッシャーかけて。もしかすると。引っかかるかもしれないね。 B ダッシュ B ダッシュ置いてて置いてて置いてて1個ミスってもまだ大丈夫だからな。これうまいことうまいことうまいことめっちゃこのパックの走らせる方法あるの。落ちし始めちゃう。確かに放置したくなるね。これはこれ勝てないんだよね。これ本当に1個ミスまでは全大丈夫なんだ。まあのんびりしかねえな俺がこれ勝てる。確かに上行ってテレサ狙いっていうのもあったんじゃない。多分届かない可能性あります。ああもう足が遅い。しかも今日早いね。13ターンだもんね。さあこれどこ行くか攻めるね。うん、さあ僕か取るでしょ。多分中央右かな。どこだ。やっぱり。ああそこだったか。微妙だな。まあどの道無理だ。これ届かない。確かに。海さんが普通に届く可能性ある。そう。だから僕から吸うよね。もう超連打しないと。超連打、スーパー連打しないと。キー買ってよかったな。海さんつったところであれなんだよな。ハリさんもテレサ使えるもん。そう、使えるんですよ。使えるんですよ。だから。あれかよ。村高さんの50が怖いか。よりたくさん取れる方にしたってことか。はい、9枚です。あのさ、連打と連打の組にこされたって、国内でさ、お前は。ボイス取られるときついんだよな。止まらないでよ。欲しいね。なんだっけ、道具か。バカヤマするし。さて、ハイスタン出目がどうなるか。さあ、これトリプルの出目が何が出るかだな。さすがに届くと思うけどな、この距離だと。どうだろうね、17。17とかじゃねえ、もっと短い。本当に？うわー、届かねえ。333ならいいけど。うわー届かなそう。6でしょ。12です。キーを通ればこれ使う。開ける。あーキー使えば吐きって書いてましたね今。じゃあギリギリ届いた。届く届く余裕で届く。そこは本当に相当デメがゴミじゃない限りいる。そうするとこれは森瀬さんに次のスターを上げないために。いやどなたかさんこれ一番強いなら自分かな。そうだね、どこに行くかだもんね。でも森さんかなこれは。さに。よかった、人数であれ連打なんて言ったら、もうはっきり言って、うちが死んでたわ。しかし、8コイン。あんまりだ。これ、アイテムなんかだっけ。割と走ってると思う。こっちか。あ、ギリギリ届いた。ちょっとこれが怖いが。バイとはいえ、逃げ切れるぞ、普通にその手目だと。別にコインないからいいのか。うん、コインもないからね。そうか、スター吹っ飛ばされるわけじゃないし。
大してコインないから別にのか。問題はこの次の位置が。うわー、そっち行く。割と遠い。これが森さんが届くかどうかだね。全員どの位置だ。いやー、左だったか。ということは僕はこっちへ行くしかない。おっさんキノコ持ってんだよね。あーでもトリプルだから届くんか。おっさんくそー、まあ、金がない、金がない、金がないから金ないね。どうする、どうする、キーだけでも買う。これはもう買えないな。さすがに、あ、これミニゲーム勝てばいけるってことか。いやー、勝たせよう、限界かな。うわ、何のゲームだった。ボイスさんがなぜか苦手なやつだ。ああ、これか。ただね、連打だけ、ちょっと連打だけでボイスさん苦手なんだ。3連打これ強すぎるって。今日連打多いね。ちょっと待って、いや、もっと連打させとけよかった。ああ、そうか、半額持ってたね、ボイスさん。だからキノコ使えばよかったのに。あ、違うか、銃はなかったのか。銃はなかった。あ、なんで連打こう単価に立てるの。めっちゃ疲れた。頑張れ、頑張れ、腕が死ぬんだけど。落ちそう、落ちそう、頑張れ、まだ落ちんな、頑張れ、頑張れ、落ちんな、落ちんな、知るなぁ、2番目か、知るなぁ。うわぁ、4位なんか、これで。なぁ、なんか、いいか。強っ。すげぇ、いや、もう、頑張った。気合で頑張った。意地でもスターが欲しい。問題は、森さんがトリプルで届くかどうかか。何マスだろう。さすがに遠いか。オッケー、人のさん、やったら、さっき行った。さて、何マスだ ?19 出るかな、まあ、何しても使うけど。19出るかな、どうだ ?9 か10が1枚出れば。得なかったとしても、ショッピングはしておきたいところ。これはもうきついね。8出ない。ということは、あ、そうか、ショッピングだけでも価値があるのか。そうか、ショッピングボーナスのために。だって、だからあれはあれはもうアモスさんに取られると見て、その次を期待するか、それとも買い物ボーナスの方。あ、でももう買い物できないもんね、これ。今しないと買い物はもうできないか。ギガプラス、それか次の飛ぶところに期待するかどうかだね。だけでも問題としてはハイジさんに、うん、ショッピング一つ負けてるんだよね。ああ、だから買わないと。すげえ計算してんですね。だから買えば引き分けになるってこと。でもそうすると多分ハイジさんだと2ターンで届くでしょ、さすがに。2ターンあれば届くからもう1回買えるよね。そうするともう買っても意味なくなるってことでしょ。ああ。だったら次にキノピオが飛ぶ場所を期待するかどうかっていうことか。ラストターンは変えない要求。あ、そうか、15ラウンド前目変えないわ。そうだ、うん、変えないっす、このターンラストっす、変えない。そうだ、15ラウンド目は変えないか。キーも変えないの。15ラウンド目何も変えません。お、こっち回ってその次に期待するってことか。ちょっと待って、これやばくねえか俺。何クッパをもしかするとちょっと危険かな。まあいいよ。あー、アイテム狙い。なるほど、横もアイテムだけどね。これで、あー、これ狙える、トリプル狙えれば1個スター取れれ取れるだろう。狙って難しいですけどね、これ。真ん中、真ん中。あ、キノコか。飛ぶ位置によっては取れるって感じだね。クッパ砲食らうかもしれないな。そう、失敗するとこれキノコでちょうどクッパ砲になる可能性あるね。何かレアアイテムでは出ればよかったんだけど。ああ、俺は取れればよかった。
あ、また止まった。おお、金だけはあるという、しかしスターがないと。いやー、今日俺これのんびりのんびりだけだな、彼女は。確かに、でもなくのんびりだからおい、さ、何万、現在何万ずつんだのこれ。でかい、10、買い物ボーナスは僕がもらったのか。じゃあアイテムと買い物はダメだな、これ。おせえ。あー、ショップ買ったら並んでたか、まあいいわ、うん、ショップ買ったら、ね、ダイス次第だと。これはアイテムでキノコ使うしかない。で、キー使って誰かからコイン奪って、コイン差で勝つ。あ、これでアイテムも使えるし、多分コイン差って言っても、俺はもう俺から奪ったの意味ないと思いますよ。そうね、うん、あんまり意味ないね。潰しとかないと。だからこう、僕かボリスさんから奪うと結構すげえギリギリのコイン勝負になる。アドバンテージ取れますね、うん、どっちから奪うかだね。問題はこれはどこに飛ぶかなんだよ。あ、どこに飛ぶ。右上飛ぶとボルシタに取られちゃう。ボルシチさんはゼロにする。左下。俺かこれだと。あー、そこ遠いな。生そこみんな遠いね。ドロタカさんだけ届くかも。何すよこれ。アイテムなしで届くかどうかってところ。あ、もしかすると9以上。9は出るか。9出たらドロタカさん勝ちだ。いや、でもボーナス死んでる。とするとこれ誰から吸うかだね。やっぱりドロタカさんになるのかな、そうすると。いや、ドロタカさん以外の2人だよね、これは。もう3人の決戦だわ。あ、僕だよね。そりゃそう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 だよね。そうだよね。そうだよね。おい、奪いすぎでしょ。これでブルーさんは多分脱落だな。そう、脱落だけど、結構歩いたボーナスと、あ、クッパ砲が食らうから、ブルーさんも脱落。足りも当たらんぞ。当たんないよ。待て、15ラウンド届く可能性あるから、下行った方がいい。あ、違う、行けないのか。いや、下行ってありです。下行けば届くかもしれない。もしかすると10以上10出せば左にした。どなたかさんが届いた後の次を期待するっていうのは。さあ、今日は勝負わからんぞ、これ。あー、当たんなかった、誰にも。残念。あー、赤マスボーナス狙い。それは強いかもしれん。あー、でもコイン減らすのか、そこで。コイン減らすのはちょっとね。あら、ブルーさんとだ。死にたい。なんだなんだ、コイン集め。ダブルクックセン。連打連打。まさかこれいるんじゃなかったっけ。いや、これ、勝ったでしょ。前勝ったでしょ。あ、忘れたんですか、前これブルースさん勝ったんですよ。これどうやってやるか教えてくださいよ。これタイミングがやばいな。でもドラタカさんの LR が壊れてんだよね。今調子良かったけど、早く調子いいっていう。すぐメーター見て、すぐメーター見て。ああ、入ってた。あ、そうだ。それ早く言ってんじゃん。それちょっと早く言ってんそれ。何で代用できるの。ZR で。あ、ZR でもできるんだったら。全然これ早く行って、えっと、これだけだっけそれ。ああ、えっと、皆さん、それこのゲームだけ、他のゲームも一緒、他のゲームも LR は ZR で全部でき、うん、全部代用できる。それちょっと聞きたいわ。いやー、これコイン差が最後効いてくるな。今知ったち、今それ衝撃と実際の使わない方が、あ、でもアイテム使ったボーナス。あ、そうなんだ。俺の前回クッパ砲なくなってからいいのか、使っちゃって。俺の前回の黒何だったんだ。お、ああ、これはハプニング1本いた。ハプニングボーナス来た。ずるい、これはずるい。さあ、9出るか。9出たらドロタカさん勝ち出すか。いや、でも出ないな、届かず。どっちがいいんだ、コイン今更。どっちもコインか。そうか。まあ。まあ、ラッキーマスで。
あ、でも上の方が良かったかな、あれ。もしかしたら、あれがあったから。隠しの可能性があったけど。ああ。スタートったところなんだよな、本当に。ボーナスが絶望的だから。のんびりとクッパが来ればワンチャンある。クッパ俺もだぞ。ああ、そっか。てか、俺しか向いてないじゃないの、そもそも。お、来た。さ、スター来い。来い。最後に。これでコインだったら結構面白いよ。ちょぼい。はい。はい。ああ、ダメだ。アモスさんも超えられなかった。くそ。なんじゃ、悲しいな、これ。5って、最後の隠しが5って。くそだな。これがボーナス。おこれはこれは面白い。これは。これは楽しい。これはもう全掛けで落とすしかない。片手持つしかない。全掛けでもいい。全掛けでも。全掛けでもいいよ。片手持つんだ。とりあえず勝った時に逆転できる枚数じゃないと意味ないよね。とりあえず10コインとかでも大丈夫だね、これは。10でも逆転できる。でもどうせなら25か。いや、あの、スターの数並んだらどうすんの？どうするよ。その数並んだときはコインの枚数が勝った方が勝ちでしょ。だから上回っておかないといけないから勝負しないと。そう、あのこの後もあれ普通のミニゲーム控えてますし、あ、さらにミニゲームなんかということはもう 全プッシュするしかないってことでしょ。8ミニゲームで負けてもいいように。8って中途半端すぎね。16入ると33。どっちのミニゲームで勝ったらハイさん超えるからかな。ああ、なるほど。ああ、これどう、あれ、ブースさん得意だって言ったやつ、これが一番得意だとか言ってたような気がするぞ。でも久々だな、やるの。そう、さて得意っぷりを見せてもらおう。どうやって避けるのか。おお、両方避けてる。うめえうめえうめえぞ。ちょっと本気になってるよ。これ避けらんないでしょ。避けた。お、避けた。ああ、ぶつかった。さて、さあここからどうなるか。これ抜けられるんか。ああ、ぶつかった。ああ、惜しいな。いい線いってたのに。あのヌーカのような。うまいね。一回も当たるの終わったわ。いい線スクランブル。途中までうまかったのに。惜しい。途中まで勝ってたのにな。まずい。コイン差勝負で結局ボルさんが勝ちそう。いやー、でも最後ボルさんに切る。いや、でもボーナス次第だからな。ああ、青松組みとじいさんってなんだろうか。そういうことか。なるほど。え、オフタガラフィッシングが来ない。これもゲットアンでいけるってことか。あー、これね。考えなかったわ、これ。ダメなやつ。一回。ボーナスゲームが来なかったな。確かに。マジか。難しい。あー、負けたか。0.04 差か。のんびりが来ればワンチャンあると思うけど、他のことは信じるんだよな。いやー、どの道もいいだわ。のんびりだよな、負けてるから。それしてよ。スターを2個取るしかない。アイテム、買い物と、もう一個はないのよ。買い物と歩いたボーナスかな。ランニング逆だねかよ。やった。あと買い物、買い物来い。買い物、買い物来い。買い物が来る。買い物来たら完全勝利だぞ。そう、買い物来い。はい、レッドで負け。これはレッドは誰ですか。あー、ちょっとロゼッタ勝ち。逆転勝利したね。いやー、悔しい。2回踏んだもんね。悔しい。俺最下位なの、そして。はい。それはな、スターが1個しかないから、それは最下位でしょ。しかも、
自力で取ったスターじゃないっていうね。奪ったスターです。そう。あれこれ多分カルドで使い果たす。そう。これは強かった。ナイス。え待って、俺何まで進んだの？一番気になるところで。足が遅すぎ問題。いやー久しぶりに勝てるかと思ったのにな。惜しかったな。それで2勝できるとはびっくりです。私は？あ、コインも俺だったのか。あ、本当動かせるわ。非常に。やばすぎだ。足の足の遅さが63。63で平均15ではあるんだ。平均4。4マスしか進めない平均。ひどいな。コインスターの可能性あったわ。買ったアイテム。コインスターとのんびりだ、のんびりだけだわ。あ、僕買い物ボーナスしかなかった。買い物とランニングだけだった。あとはほぼボリスさんなのか。ハプニングもボリスさん。あれですか、サイトの。クッパもサイトのあれ。赤マスが強かったな、アモスさんの。いや面白かった。まず踏みに行ったもんね、終盤で。うん。踏みに行ったもんね、赤を。それが勝った要因だもんね。あれかな、そういや、呪い。相手も全、確か俺が来たのあれ。呪い最高だけだったし、そういう。